はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスチャプター3、続きをやっていきたいと思います。次は黄金の修道院に行くところではあるんですけれども、またちょっと編成を確認します。ちなみにラムザのレベルがね、めちゃくちゃ上がってます。現在レベル52ですね。で、ここまでレベルが上がったのはですね、ちょっとまずナイトを、マスターさせました。で、その後黒魔導士もマスターさせたかったんですけれども、黒魔導士のマスターが超きつくて、基本的なものは覚えて、あとこの JP 消費のめちゃ高いものだけ残ってます。ファイジャ、サンダジャで、ブリザジャと、あとフレアも残ってますね。こっちはもう全部覚えました。で、この3つで2700の、さらにあと1000だから3700でしょ。もうこれ4つで半分くらい使ってるよね。黒魔導士マスターするの多分8000いくつ必要なんで、ちょっとね、これはもう挫折して先へ進んでいこうかと思います。で、基本的に黒魔導士でレベルが上がってるので、そんなにヒットポイントとか伸びないよね。ただ攻撃力は現在16あるんで、これめっちゃ強いっすね。まあ、この攻撃力が上がってる要因としては、ねじり鉢巻きでプラス2、この道着でプラス1、さらにダイヤの指輪で腕輪かでプラス1されてるんで、まあ、これで1234、4は上がってるんでね、まあ、かなり、底上げはされてると思います。で、まあ、物語はこのまま格闘忍者で進んでいきましょう。黄金の修道院いきます。ここはあれか、連戦になる感じかな。シモン先生、先生しっかりしてください。生きてる。アルマ様、なぜここに。一体どうしたんですか。何があったんですか。ここは危険です。早くお逃げなさい。奴らが聖石バルゴを奪いに。聖石、アルマの言った通りだ。あの聖石は王権に伝わる秘宝の一つ。オベリア様をこの修道院にお迎えした際、王女の証にと王家よりお預かりいたしました。奴らとは一体、成績を狙う奴らとは何者なんですか。あなたはアルマ様の兄君ラムザ様ですね。これ以上彼らに関わるのはおやめなさい。命を失うことになる。成績はどこだ。慌てるな、必ずあるはずだ。探せ。ここから地下へ降りられるようだ。行くぞ。僕は教会から異端者の汚名を受け、命を狙われています。それも僕の持つ成績のためですか。教えてください。奴らは一体何者なんです。教皇フューネラルとその一派は、失った教会の威信を取り戻すために、まずはラグ校とゴルターナ校を争わせ、軍事力を削ぎ落とそうとしています。戦乱が長引けば軍事力を失わせるだけではなく、民からの王家に対する信用を落とすこともできるでしょう。成績を集め、伝説のゾディアックブレイブを復活させる真意は、無論民からの信望を集めるためだが、枢機卿はルカビーとの融合を遂げていました。あれが成績の力だとしたら、騎士団に代わる恐ろしい軍事力になります。教会が欲しているのはその力。あなたは兄上たちとは違う、亡きバレバネス様に似ている。あなたなら彼らの野望を打ち砕くことができるのかもしれない。お前はここに残れ。僕は奴らを追う。私も一緒に行く。シモン殿を一人にしてはおけない。安全なところに隠れているんだ。わかった。もしもの時のために成績を預けておく。僕が戻ってこなかったら必ずバグロスの海に捨てるんだ。いいな。こんな時に何もできないなんて本当に悔しい。私も兄さんみたいに男に生まれたかった。バカだな。心の許せる肉親はアルマだけさ。シモン殿を頼んだぞ。もうセーブが入るのか。一応セーブしておきましょう。特に編成は変わってないんで、このままでいいでしょう。
地下書庫、地下2階。竜騎士部隊だ。イズルード、お前たちはここに残れ。いいな。はっ。これ以上奴らの好きにはさせない。成績を奴らの手に渡すな。ラムザ一人で喋ってっかんな。やっぱり一人って悲しいんだろうな。まあ、倒せるやつから倒していきますか。この竜騎士横から狙ってぶん殴る。336とか。ただ回避率が高いね。一発当たれば倒せるけど。ガードされた。ゴー。2回ともガードされた。うお、90か。ただオートポーションの発動率はもう 90% 超えてるからね。狙っては来ない。槍はね2マス離れたところから行けるんで、やっぱなるべく後ろから行かないとダメか。盾装備してるとだいぶ回避率高いね。このアイテム種どうなんだろう。なんかまたフェニックスの音かで回復されても嫌だからな。時魔導士か。ヘイスト、うわ厄介だな。やっぱりあのアイテム種何してるんだ。ファイヤー、普通に魔法だね。まあ、竜騎士は多分もう肉弾戦になるから、先にこういう補助魔法とかを使ってくるやつを倒しますか。いけねえマジか。でも後ろを狙ってこう。じゃあジャンプして飛び越した。85番250、 OK。 378クリティカル。いやこれまたヘイストか。ゲット、あぶねえ。こいつもヘイスト使ってくる。いや攻撃だな。この左手前にいる時魔導士を先に倒すか。ミスってるし。よし早い。こいつだな。378、強すぎでしょ。これもうこのまま無双できるな。あとは死なないことだね。やっぱり状態異常とか気をつけていけば火力でご利用せる。であのアイテム種はフェニックスの音とかは使ってこなさそうかな。13とか、もうマジでオートポーションの無駄遣いだな。エクスポーションめちゃくちゃ高いんですよね実は。あいつもヘイストか。あんまり無駄遣いをしたくないけどな。ハイポーションでやりくりするのはちょっともう無理だから。こいつ届く。ここにいけんな。正面から時魔導士だったら95420とか。鬼だな。こんな強くなった。いて。今ヘイストかかってんのはこいつだけか。反撃したいよねやっぱり。こいつ何がない。ゲーパクられた。 15% ひで。これ火力が落ちるね。ヒットポイントもすげえ減ってる。鎧パクられるとねヒットポイントも減るからね。ちょっとアイテム誌倒そう。火力が
げえ、めっちゃ落ちてる。2って相当強くなるんだな。もう一回後ろから85。よし、 OK。 あれ予備買ってなかった気がすんな。しかもオートポーション発動しないとさ、死ぬんだけど。先にどっちを倒す？こいつ横行けねえし、てか攻撃ができない。正面から行くか。286、一発で待てば。よし、 OK。 こいつの方が弱いね。クソ、俺の道着パクりやがって。許せん。143、286、2回当たってギリギリか。ガードされた。クリスタル、あれパクられそう。あ、いけないか。あれ、あいつ誰だっけ。竜騎士か。竜騎士でもな。いや、いらないか。横から倒そう。一発、よし、オッケー。おお、これが成績バルゴか。美しい。地下か、進むぞ。という独り言。バトルディクト。じゃあセーブもしていきましょう。で、鎧装備しないと。俺の鎧現在すっぱだからかな。あ、呪術道具ある。危ねえ危ねえ。でここでしょ。またちょっと入り組んでるね。イズルード、ここを嗅ぎつけるとはな。だがちょうどよかった。異端者ラムザよ、貴様の持っている成績をこちらに渡してもらおうか。残念だがそうはいかない。そちらこそ成績を置いていくんだ。おとなしく従うならばこのまま君たちを見逃すとしよう。なんでラムザ強気だな。我々に勝てると思っているのか。ならば力ずくで取り返すまで。召喚士がいるね。ここあれか、イズルードを倒す感じか。召喚士届く？いや届かねえな、これギリ届かねえわ。どうしよっかな。じゃあちょっとこちら辺に行こう。で完全にブレイブを上げきろう。これで 98%。まあ、貯めてもよかったんだけどね、攻撃力上げて。ナイトブレードかっこいいな。基本ナイト、ナイト、あと弓使いか。右側にいるやつはこいつ弓使いだね。こいつも弓使いか。ガードしてる。この召喚士なんか倒しに行くのめんどくせえな。後ろ狙えるな。308、90%。 OK。 てかもうこいつ倒してこう。ナイトブレードって何使ってくんの。120、156、マジか。クリティカル食らった。あっぶねえ。いやこれさ、レベル上げてなかったらマジ無理じゃなかった。投石とかひどい。俺のエクスポーションを。まあでもこれでさっきのクリティカルちょっとあぶれちゃったからね。とは言っても6だから一発で死なないことだね。やっぱりこれ後ろから狙えるよね。狙える？
頭とか当たりそうだよね。頭殴れそうだけど。狙えねえじゃねえかよ。ダメなの？え、ダメだったらどうしよう。ちょっとじゃあそのまま待機しよう。次の行動回すために。一撃で倒せるかな。結構ヒットポイントはあったよね。チャージ1いって。ちち攻撃できねえんだって。ここからと移動するか。じゃあこっち敵の死角になる方に行こう。横308か。2回行かないとダメだね。カウンターか。1発2発よし。クソ、やつの強さを認めるというのか。ここで死ぬわけにはいかない。成績を持ち帰らねば。異端者ラムザよ、覚えておけ。次に会った時が貴様の最後だ。さよなら。いや強いが強いね、イズルードも。これカウンターだって食らったらさ、次のイズルードの攻撃でもしかしたら死ぬかもしんない。ちょっとやっぱ忍者火力は確かに高いけど体力にな難ありだよな。じゃあまたセーブします。こういうさ、その連戦の時ってセーブデータ残しておかないとハマるからね。まあ、忍者で行きましょう。このまま地下書庫、地下1階、上に登ってきてんのか。話して、こいつさ隠れてたんじゃないの？どこに隠れてたの？あ、ウィーグラフがいる。イズルードよ、ここは私に任せろ。さっさとその娘を連れて行け。さあこっちへ来るんだ。助けてラムザ兄さん。結局隠れてたけど見つかっちゃったのかな。来たかラムザめ。よいか、子供だと思って舐めてかかると痛い目に遭うぞ。用心してかかれ。クロマ同士がいる。あいつでもパクるもんもうねえからな。神殿騎士ウィーグラフ。え、俺どこにいんの？後ろにいるのかな。いた。これいきなり倒せるかな。ちょっと行ってみよう。いや、いけるはいけるな。正面か。ただウィーグラフも330か。たっけえな。2発当てないと無理だよね。378、一発で大丈夫だ。無理や、倒そう。これいけ。ガードされた。ガーミスター、行って死ぬ。やべえこれ。ミルーだよ、今こそお前の敵を撃ってるぞ。やべえ、マジで死ぬわこれ。先手必勝しかねえよ。これが死んだわ。嘘いのつまずき。やっぱこれが一番使いやすいよね。ガッ。いやでも一発でも当たれば倒せるから大丈夫大丈夫。いつかはなんとかなる。さあ再戦、神殿騎士ウィーグラフ。一発でも入ってくれればチャンスは2回あるからね。2回っていうかさ、別に永遠にチャンスはあるんだけど、1回の攻撃につき2回のチャンスがあるから。まあ、正面だからね。378、 66% だもん。なんだこれ。やった、当たった。倒した。先手必勝、超速攻型。くだが私は負ける。私はアリエスを持つゾディアックブレイブの一員。負けるわけにはいかん。みんなどう思ってんだ。ウィーグラフ弱って思ってんだろうな、その周りで見てた人たち。どこだウィーグラフ。なんで敵ってみんなそう消えることができるの。みんなテレポ持ちかな。お金がだいぶ手に入ったからね、エクスポーションを買いだめしておこう。
ィーグラフボコボコにしたんだな大丈夫かウィーグラフってどう見ても大丈夫そうじゃないんだけど。私に構わな、ユケ。アルマ、行け、イズルード。すまない、ウィーグラフ。この二人は仲良かったのかね。なんか年も近そうだよね。待て、イズルード。ゴハ、クソ、こんなところで死ぬのか。ミルーダの敵も打たずにこのまま死んでは、死んでいった仲間たちに申し訳が立たん。このまま、うん、いや死にたくない。このままではあまりに。成績を持つ者よ、我と契約を結べ。なんだ、成績が喋ったのか。成績を持つ者よ、我と契約を結べ。さすれば汝の魂は我が肉体と融合し、永遠の生を得ることができよう。別に永遠に生きることはできなかったよね。もうすでに一匹倒してあるからね。これが成績の秘密。汝の絶望と悲運が我を呼び出した。さあ我と契約を結べ。ダメだウィーグラフ、聞いちゃいけない。我が名はマジンベリアス、汝の願いを聞き遂げよう。これが成績の力か。ウィーグラフ、ラムザ、素晴らしいぞこの力は。いや、力だけではない、時空を超えて幾百年分の知識が頭に刻み込まれていく。なんで剣出したのラムザ素手の方が強いよ。剣しまっておとなしく格闘した方が強いぞ。慌てるな、楽しみは後にとっておけ。素晴らしい、素晴らしい力だ。ウィーグラフも力に溺れたか。やはり力を手にしてしまうと変わってしまうんだね。シモン先生、しっかりしてください。これを、この本は、これは聖アジュラの弟子ゲルモニークが記した本です。長い間行方不明でしたが、私がここの地下書庫で発見しました。ここにはゾディアックブレイブ伝説の真相が詳細に記されています。先生、もう喋らないで。いいのです、もう。私は罪深い男です。教会の不正を知りながらただ黙って傍観していました。この本さえあれば教会の不正を暴くことができる。この本を利用してアルマ様を取り戻すのです。先生、ふう、これで楽になれる。あとは頼みましたよラムザ様。あなたは若い頃のバルバネス様に本当にそっくりだ。先生、はい、というところで、じゃあ切りがいいので今回はここまでにしたいと思います。いや、レベル上げといてよかったな本当にこれレベル上げていかなかったらもう無理だったね、やっぱりな。多分ね、暗黒騎士の方がね硬いと思うんだよね。でかつ火力も出ると思うんで、まあ、最終目的はやっぱり暗黒騎士を目指してやっていきたいけど、黒魔導士のねマスターが厳しすぎる。まあ、ちょっとチャプター4に入るくらいには暗黒騎士にしたいという一応目標でやっていこうと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。